軽デスクトップエンバイロメトには、軽デスクトップエンバイロメトの第2シリーズのリリースである。このシリーズには、3つのメジャーリリースが含まれている。軽デスクトップエンバイロメトには、軽デスクトップエンバイロメト1と比較して、重要な技術的な改善点が導入されている。これには、ドコップやアプリケーションの愛、O ライブラリーである木を、他のアプリケーションにアプリケーションそれ、 自体を組み込むことを可能にする区パーツ、HTML4.0 準拠の KHTML などを含む、K デスクトップエンバイロメト2.0コンカラーが、ウェブブラウザ、ファイルマネージャー、ドキュメントビューアーとして導入された。コンカラーは KHTML をウェブページの表示に用いている。また、K デスクトップエンバイロメトには、表計算ソフトのクスプレッド、 ベクター描画ソフトのキロストレーター、ワープロソフトのクワード、プレゼンテーションソフトのクプレゼンター、チャートとダイアグラムのソフトのクチャートを含む、最初のコフィスのリリースを含んでいる。K デスクトップエンバイロメト2.1は、メディアプレイヤーのノアツンを含み、開発環境の K デベロップもバンドルされていた。K デスクトップエンバイロメト2.2、2軽デスクトップエンバイロメト2.2リリースの、 特徴は、最大50%のアプリケーションの起動速度の改善と安定性の向上、HTML レンダリングと JavaScript の表示の改善である。このリリースでは、コンカラーのほか、クメールやコルガナイザーに対しても、新機能が加えられている。KDE の20周年を記念して、KDE とフェドライの貢献者であるヘリを実施にで、カストロは、 QT2 を2017年10月に再リリースするとともに、同年12月には、k d デ i ブス s 2 2に,についても再リリースした。ありがとうございます。